はい、モータルでーす。もしもし、モータルくん？今日会社は？ちょっと、今日調子悪いんで、休んでいいですか？え、そんな急に、ダメだよ。え、有給ありますよね。それ使っといてください。じゃあ、忙しいんで。あ、ちょっと。おはようございます、おはようございます、おはようございます。あ、おつまさん、おはようございます。おはよう。すいません、口臭いっすよ。は？うん。え、歯磨いてます？磨いた方がいいっすよ。おはようございます。部長、この前頼まれたやつどうしても終わらなくて。は？ふざけてんの？残業しててもやれよ。すいません、ちょっと体が限界で。限界って、お前若いんだからそんな甘えたこと言ってんじゃねえよ。その場合、もし私が体壊したらどう責任取るんですか？知らねえよ。体壊してから言えや。今日お前終わるまで帰らせねえからな。ああ、そうなんですね。わかりました。はい、モータルです。ちょっと、なんか会社に訴状届いたんだけど。やってきました。やっと来たって、え、これどういうこと？訴状ですよ、訴状。そこにも書いてると思うんですけど、裁判所に回答書を出しといてくださいね。まあ、こっちは証拠いろいろ揃えてるから、あんま意味ないと思いますけど。じゃあ、それだけなんで。はーい。あ、ちょっと、